幌ドームです。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。北海道日本ハムファイターズ対広島東洋カープ、デーゲームの模様をお伝えいたします。今日のゲームは田尾康さん、黒木智弘さんの解説、このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの二人。はい、こんにちは。我々がベンチ裏やスタンドから様々な情報をお届けいたします。頑張ります。はい、今日もよろしくお願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。ファイターズのスターティングピッチャー、ダルビッシュ。さあ、どんな投球を見せるのか。1回の表、カープの攻撃、トップバッターは1番東出。先頭バッターとしてまずは塁に出たいこの回の攻撃になります。何から持ってくるか。最初から丁寧に攻めてきます。ワンボールになりました。2球目はどう攻める。ストレート決まってワインドワン、外へ2つ続けました。さあ、カープ今日のゲームはどうでしょうか。さあ、3球目はどうか。あっと、今度はインコース、ワンストライクツーボール。昨年の数字が出ていましたが、2割9分4厘の雨で、そして打点の数も26となっています。外の遠いボールを打っていった。左への打球です。これは取れない。ワンバウンドヒット。センターへの打球はヒットになりました。打ったバッターは一塁です。一塁ストップ、止まりました。さあ、打順は2番に回ってきます。そよぎ、右バッターボックスに入ります。どこから狙うか。送ってきました。取って一塁へ送ります。送りバントが成功。これぞ職人技。そして次の3番田前、先制のチャンス、期待に応えるでしょうか。最初はストレートから持ってきました。ワンストライク。昨シーズンの成績出ていましたが、3割です。そして打点の数は41となっています。あーっと、高め、ワンエンドワンになりました。天谷、来シーズンでちょうど10年目を迎えます。さあ、セカンドランナーは先制のランナー、頭上を越えそうだ。先制点が入ります。これはフェンスに当たった。レッドバッター一塁受けた。セカンドランナー今ホームインした。タイムリーツーベースヒット。幸先いいですね。バットがスムーズに出ましたよ。この得点からどう試合が動いていくのでしょうか。まずは今日の打順がうまく機能するか見てみたいですね。そして次の4番栗原、ワンヒットで追加点もあり得ます。さあ、返せるか。どう組み立ててくるか。最初はフォークから入りました。ノンストライクワンボール。さあ、2球目、次はストレートできました。2球目も外れています。3投目、直球で決めました。いいスイングしてんですけどね。しっかり振って空振りです。栗原、11回目のシーズンを迎えています。ストレートを持ってきました。ワンストライクスリーボール。すでに1点を許しています。これは変化球、フルカウントになっています。バッター栗原、さあ、2エンド3。さあ、出ました、貴重なランナー。ここは大事に攻めていきたい。いやー、何か仕掛けてくるんじゃないですか。面白いとこですね。ベンチは何か思惑があるんでしょうか。どこから狙うか。初球変化球は空振りです。カウントワンストライクノーボールです。
初回に先制点。後続は立ちたいところなんですが、どう攻めるのか。速球に合いません。カウント2ストライクノーボールです。マウンドは先発ピッチャーダルビッシュ。インコース外れて2エンド1。ここは1球外します。得点差わずか1点、カープがリードしています。あっとスイングアウト、ボール球を振って空振り三振です。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。そして打順が変わります。広瀬、右のバッターボックスです。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライク。広瀬、今年で10回目のシーズンとなりました。2球目はどうか。これはストレート、ツーストライク。追い込んでいます。この回はちょっと球数が多くなっています。3球で決めてくるか。アウトコース、バッテリー外してきます。初回からの得点を与えています。これは遠いところ、平行カウント2エンド2。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割7分7厘の低めのボール打って低い打球になりました。ワンバウンド、ワンバウンドした。この回3本目になるヒットになった。セカンドランナーがホームに帰ってきました。2回でセンターへのタイムリーヒット、1点が加わります。初回から点差を開いていきます。そして次は DH ビオレンティー、ワンヒットで追加点というこのバッターボックスです。外のボール打ちました。これはピッチャー正面。今のでこの回4本目。そして8番石原、このバッターボックスとなります。いや初回からビッグイニングになりそうですよ。はい、打線のつながりに期待しましょう。さあ初球です。最初は見ていきます。ワンストライクノーボール。次の投球でこの回の26球目となります。これもストライク。これで追い込みました。石原、今年で9回目のシーズンとなりました。あっとこれは強い当たりだ。さあこの打球は昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割と変化球打って取りました。これで3アウトチェンジ。マウンドを降りてベンチへ向かいますが、この怖い表情です。まあベンチに帰って少し頭を冷やした方がいいですね。心を沈めて次のイニングに備えたいですね。そしてカープの先発ピッチャー前田健太、ファイターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏ファイターズの攻撃返します。この回の先頭田中健介、左の打席です。初球から打って、先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割8分3厘のアドル、そして本塁打の数も3となっております。ここはまっすぐ、厳しいコース来てますからね。はい、でも今日のピッチングは期待したくなりますよね。はい、その通りですよね。田中健介、今年で11回目のシーズンとなりました。キャッチャーのサインは外のボール手を出した。この打球はどうなる。ショートフライに終わりました。そして次の2番森本、最初は外のボール、いいところへ決めてきます。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割4分7厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が1となっています。これはスライダー、ボールカウント2ストライク。まずはワンアウトにしています。
球三振空振り。そしてクリーンナップへと続きます。稲葉左のバッターボックスに入りました。どこから行ったの。最初は内から入りました。ワンストライクです。稲葉16回目のシーズンを迎えています。どう攻めるのか。この低めはツーストライクです。最初のバッターは内野フライ。その後三振を取っています。あっと空振り三振。スリーアウトチェンジ。もう一度振り返りましょう。さて試合は2点差のまま2回に入っています。2回の表カープの攻撃。そしてこの回の先頭赤松、右のバッターボックスに入っています。さあ初球まずはボールから入りました。ワンボールです。2投目はきまりました。なかなかタイミング合いません。2対0カープがリードしています。さあ3投目変化球。ここは追い込んでいます。さあ今日の第一打席です。ストレートできました。カウント2エンド2。赤松すでにプロ入りから6年目となりました。低い当たりになった。ここで打順が一巡します。東出左のボックスに入っています。初球です。まず大きく外れてボールになりました。ノンストライクワンボール。まっすぐが決まりました。カウント1エンド1。初回の第1打席センターへのヒットを放っています。さあ3球目これはストライク。2ストライク1ボール。この回はワンアウトになっています。次が4球目あーっと打ち上げたセンターへ。取りました。これで2アウト。センターフライに終わりました。そしてバッターは2番そよぎ右打席に入っています。こんな選手はねランナーにすると嫌ですからね。はい、その盗塁を決めるには出塁しなければなりません。最初から低めに来ました。ワンボールです。次の2球目高いボール持ってきました。ボールが続きました。決めました。147キロです。ツーアウトになっています。さあバッティングカウントどう攻める。変化球です。ワンストライクスリーボール。初回の1打席目送りバントを決めています。まっすぐが決まりました。ツーストライクスリーボール。2番バッター豊木。さあフルカウントになった。あっと当てるのが精一杯。高い打球になりました。
取ってスリーアウトチェンジ。2回の表終了、カープ3人で攻撃を終了しています。2回の裏、ファイターズの攻撃。対するこの回の先頭高橋、まずはチャンスの芽を出していきたいところです。あっと打ちました。今日の1打席目になります。変化球、空振りを取ります。スライダーで追い込んでいます。初回を無失点に抑えています。外へ、よく見ましたね。はい、振ってもおかしくないボールでした。連続三振を奪っています。低めのボール打った、これは低い当たり、またしてもファウルです。ノーアウトランナーありません。ラオさんにお伺いしましょう。ファイターズのこの後の展開なんですが、まあ点差ね、そりゃ少ない方がいいですからね。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。ええ、このボールはコーナーちょっと外れました。いや、よく見ましたよ今のはね。はい、確かに際どいボールでした。この6球目、まっすぐを持ってきました。このボール球には引っかかりませんでした。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割飛んで9厘のアベレージ、そして放った本塁打の数が8となっています。三振、三者連続、先頭バッター三振に切って取りました。次のバッターはどうでしょうか。糸井、左のバッターボックスに入ります。さあ1球目、これも痛烈な打球、打球はポールを襲っている、入るか。さあどうでしょう。見送ります。ボールカウント1エンド1。ワンアウトになっています。さあ次の3球目、これも強い当たりだ、上がったか、これはいいですよ。大きな打球、頭上を越えてきました。さあボールが返ってきた。ライトオーバーのツーベースヒットが飛び出しました。さあそして6番に回ります。小屋、この場面でのバッティングはどうでしょうか。初球狙って空振りです。カウント1ストライクノーボールです。先頭バッターは三振、その後ツーベースを打たれています。さあ2球目は低めインコース、これはちょっと手が出ません。この回ツーベースヒットのランナーを許しています。果たして3球勝負するのか。ストレート打ちました、低い当たりになった。小屋、8度目のシーズンを迎えています。さあ4投目、今度は緩いボールできました。ツーストライクワンボール。ワンアウトランナー二塁です。どうですか田尾さん、ファイターズはどうすればいいですか。ここでね、ランナー返さないともったいないですよ。はい、ここからの得点はあるんでしょうか。ええ、スローカーブできました。バット出しませんね。はい、でもおかしくないボールでした。今日最初のバッターボックスです。できました、これはサードになります。サードが取ります。一塁に送ります。あー、アウト、サードゴロに終わりました。ランナーをね、進めるバッティングしないと。はい、そうですね。ツーアウトで次のバッターを迎えます。ニオ、このゲーム最初のバッターボックスになります。変化球打ちました、低い打球になりました。ワンバウンドヒット、落ちました。さあセカンドランナー三塁を蹴った、ヒットになる。セカンドランナー今ホームイン、2対1、センターへのタイムリー。そして次のバッタ
鶴岡、右のバッターボックスです。まずは見送りました。一球外しました。際どいか。チェンジアップ入りません。外へ2球持っていきました。アウトコースへ決めました。丁寧なピッチングを見せています。今日最初のバッターボックスに入っています。インコース低めのストライク、2エンド2になりました。先ほど去年の成績が紹介されていました。2割2分1厘のアベル。これはライナー性、センターの前、ワンバウンドしました。ボールが返ってくる。センターへのヒットになりました。さあ、そしてこのバッターです。金子、同点のチャンスに打順が回ってきました。最初の1球は何か。初球インコースから入りました。148キロです。猫17回目のシーズンを迎えています。さあ2球目、低めに外れてボール。ワンエンドワンです。この2回のピッチングは一転して球数が20球を超えています。直球で決めました。2ストライク1ボール。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割飛んで4厘のアベル。カットスイングアウト三振、クリアアウトチェン、スライダーにバットが空を切りました。2回の裏を終了。ファイターズ1点を返しています。2対1、最小得点差にしています。3回の表、カープの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。天谷。3回の表、ノーアウトです。初球、ストレートできました。この球は外れています。ここは見送ります。コーナーいっぱいにコントロールします。攻撃中のカープ、残塁数はというとここまで3となっています。3投目、これは動けません。これは反応できませんでした。2対1、カープがリードしています。次の4球目、ボールです。2ストライク2ボール。これが2回目の打席。外へのカーブは外れました。まあバッターよく辛抱しましたね。はい、バッター天谷。さあフルカウント第6球。低いボール、低い当たりになった。この打球はファウルになります。初回の最初の打席、先制のツーベースヒットを打っています。これはセカンドになります。一塁へ。一塁、これは余裕があります。アウトです。次のバッターに変わります。栗原。最初はボール。ここは一球外します。このボールはどうか。ここは変化球。ワンストライクワンボール。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。低めはどうか。このスライダーで追い込みました。
今日2回目のバッターボックス。低めのボール打った。さあ何を見せるか。ストレート、今度もセカンドへのゴロです。取った、一塁へ送ります。一塁楽々アウトです。打順が移ります。9番その初球大きく外れました。一球外しました。インコース高めのストライク、ワンエンドワンになりました。この回順調に2アウトまで来ました。スローカーブを持ってきました。ワンストライク2ボール。先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。さあバッティングカウント、ストレートを打ってファウルボール。さあ5球目、内への変化球は決まりません。フルカウントになっています。ツーアウトになっています。さあフルカウントになった。当てただけ、打球上がった。取ってこれで3アウト。3回の表が終了。カープこの回も3人で攻撃が終了しています。3回の裏ファイターズの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。田中健介左の打席に入っています。初球スライダーで入りました。枠をいっぱいに使ってきます。この前の打席ではショートフライに終わっています。決めてきます。ツーストライクノーボール。札幌ドームから実況生中継で熱戦の模様をお送りしています。ストレートを外れました。ここは外してきました。これが2回目の打席。これは変化球、ツーツーです。攻撃中のファイターズ、先ほどのイニングは残塁が2、しかし1点が入っています。さあ何を見せるか。あっと打ちました。打球はサードへ、一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。バッター森本、バッターボックスに入ります。初球見送っていきます。ワンストライク。この回はワンアウトになっています。さあ2球目は外へ切れるような感じでしょうか。スライダーで追い込んでいます。初回の1打席目、空振りの三振に倒れています。今度はチェンジアップできました。バッテリー1球外してきました。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ4球目、変化球打ちました。これもサードに転がっていきます。1塁送球、1塁はアウトになります。サードゴロに倒れました。打順が移ります。稲葉、3回の裏ツーアウトです。まずは初球見送りました。これは外れました。さあ次はどう攻めるか。低めに入りました。ワンエンドワン。先頭バッターは内野ゴロ、その後続けての内野ゴロでツーアウト。インコース外れてワンツー。
これが2回目の打席。打っていった。打球はショートへ。取って一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。3回の裏を終了。ファイターズ三者凡退に終わっています。4回の表カープの攻撃。この回の先頭バッター広瀬。4回表ノーアウトです。何から持ってくるか。ストレート打ちました。抑えた。一塁送球。一塁これはアウト。セカンドゴロに終わりました。バッター DH フィオレンティーノ。4回の表ワンアウト。さあ初球はどうでしょう。まずは見送りました。ワンボールになりました。さあ2球目は インコースストライク。タイミングが合いません。出したフォアボールの数は1となっています。ストレートを持ってきました。これは釣り球引っかかりません。初回の最初の打席センターへのヒットを打っています。バッティングカウントになったがインコース2エンド2になっています。点差変わらず1点差。カープがリードしています。スイングアウト。空振りの三振に切って取りました。いやー、このバッターの振りはコンパクトで無駄がないですね。本当に綺麗なインサイドアウト。完璧なバットの出方ですね。子供たちにもお手本にしてほしい選手ですよね。初球は手を出しません。バッテリー外してきます。次の2投目低めの球ストライク。ワンエンドワンです。ダルビッシュ、ここまで許したヒットの数は4となっています。この外のボールは2ストライク1ボール。先頭打者は内野ゴロ。その後三振を奪っています。次が4球目。変化球を持ってきました。2ストライク2ボール。奪った三振の数が2となっています。ストレートできました。 2-3 までよく見てますよねバッターはね。はい、バッター2人を打ち取っています。まっすぐを打ってこれはピッチャー2アウトから塁に出ます。カープ今日打ったヒットの数を5としています。そして打順が変わります。赤松、初球は変化球当たりません。カウントワンストライクノーボールです。ツーアウトランナー一塁です。これはストレート直球で追い込みました。この回ツーアウトまでは簡単に変化しました。打球はセカンドへ。取りました。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1点を争う好ゲーム、目が離せません。そうですね、実力を接近しているチームの戦いですからね。はい、こういう取り組みは実況しがいがありますね。4回の裏ファイターズの攻撃返します。この回の先頭高橋、岡山県出身。まず最初のボールを決めていきました。ボールカウントワンストライク。前田健太、今日の3回までのピッチング許したヒットが3本、失点は1となっています。ストレート決まって2打線1球2球と外へ行きました。早くも奪った三振の数が4となっています。これは上がった。これはどうでしょうか。
ノーアウトランナーなし。田尾さん、ここはどう見ますか？まだ1点差ですからね、今のうちでしょうね。はい、どんな形であっても出塁しなければなりません。外、外れてボール。2ストライク1ボール。前田健太、1点リードのマウンドが続いています。さあ5球目、落ちる球できました。2ストライク2ボール。2回の第1打席、スイングアウトの三振に倒れています。変化球打った、ショートが取ります。1塁に送ります。1塁はアウト、ショートゴロに終わりました。バッター伊藤、4回裏ワンアウトです。まずは初球、まずは外から来ました。ノンストライクワンボール。これは外れました。2ボールになりました。内へ、ワンツー、低めが3つ続きました。今日2度目のバッターボックスに入っています。これはセカンド抑えた。一塁送球、これは一塁アウトです。そして次の6番小屋、右打席に入っています。まずは簡単にストライクが来ました。カウント1ストライクノーボールです。今日2回目のバッターボックス。さあ次はどう攻めるか。これは変化球、合いません。ボールカウント2ストライク。2アウトになっています。遊び球あるのか。あっと空振り三振、3アウトチェンジ。全くタイミングが合ってないですよね。はい、思い通り三振です。4回の裏を終了。ファイターズ3回目の三者凡退に倒れています。5回の表カープの攻撃、この回はトップから始まっていきます。東で5回表ノーアウト、どこから行く。まずは見送りました。この球は枠に入りません。さあ次のボールは、ストライクです。147キロのストレート。依然として1点差、カープがリードしています。見ましたがストライク、このストレートで追い込んでいます。この試合フォアボールの数は1となっています。さあ4投目、バッター見送りました。ツーツー、ここまでのカープ、ヒットは5本、そして2点を入れています。カープがリードしています。スイングアウト三振、空を切らせました。次のバッターです、豊木。その初球ボールになりました。これは外れました。2球目はどう攻める。外に決まりました。2球目も変化球でした。ゲームは5回に入りました。両先発の投げ合いです。さあ3球目はどうか。高め外れてワンツー。この前の打席、キャッチャーへのファウルフライに終わっています。これはストライク、平行カウント2エンド2。まず先頭バッターから三振を奪っています。次が5球目、
2者連続ストレートで三振。チャンスが膨らみません。いや、こういう状況は1本出れば違ってきますよ。チャンスが広がらないですね。まあでも少し対策を考えないといけませんね。ベンチワークも重要になってきます。2つ続けての三振を奪っている今日のピッチングです。これはバットが出せない。カウント2ストライクノーボールです。ダルビッシュ、今日のゲーム打たれたヒットの数が5となっています。膝元、バット出ませんでしたね。はい、バットは出ませんでした。この前の当たりは芯で捉えたんですが、セカンドゴロに終わっています。あっと打った。打球はファーストへ。抑えた。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。クロスゲームは1球1球に注目です。そうですね、特にピッチャーの攻めどころを読み解くのが楽しいでしょうね。プロ野球ファンには答えられない面白さです。5回の裏、ファイターズの攻撃。対するこの回の先頭ニオ、先頭バッターとして塁に出たいこのバッターボックスです。最初はスライダーできました。ワンストライク。前田健太、ここまで打たれたヒットの数が3となっています。打った。さあ、ヒットになった。同点のランナー、ノーアウトから出ました。レフトへヒットを打ちました。取った。一塁へ。一塁楽々アウトです。これでワンアウトです。まずはインハイで体を起こしてから外に攻めていきたいですね。さらにバッターがベースに追いかぶさっていますが、どうでしょう。いやー、ここは強気で攻めないとやられますよ。変化球でまず空振りです。ボールカウントワンストライク。2回の1打席目、空振りの三振に終わっています。2球目、これはボールです。ここはバットを出しません。前田健太、今日は5回途中までを投げて許したヒットが4、この回そのうちの1本がありました。これはまっすぐ、ワンストライクツーボール。今日2度目のバッターボックスに入っています。バッティングカウントからの4球目、変化球打ちました。取った。一塁に送ります。一塁アウト。ランナーその間に三塁へ。まあ、右方向をね、意識した打ち方ですよ。はい、そうなんですね。どこから行くか。まずは初球ストライク、148キロのストレート。この前の2打席目、サードゴロに終わっています。緩いボール打った。これもセカンドへ転がります。一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。ここはね、同点狙えたんですけどね。はい、後が続きませんでした。さあ、カープ、次の攻撃は4番から始まります。札幌ドームは6回の表、カープの攻撃。そしてこの回の先頭栗原、右のバッターボックスに入っています。まず低めから入りました。ワンストライクです。ダルビッシュ、今日のゲーム打たれたヒットの数が5となっています。次のボールは行きました。さあ、一二塁間取りました。一塁送球、アウトです。バックにはこの守備陣がついています。素晴らしい、いい守備しましたよ。はい、これは見ている方も気分爽快です。ファーストゴロに終わっています。そして次の5番キューバー、初球は手を出しません。ワンストライクノーボール。ワンアウトになっています。2投目、まっすぐ持ってきました。ワンエンドワンになりました。この前の第2打席、ショートフライに倒れています。さあ、3投目、ア
ウトコース、2ストライク1ボール。この回もまずワンアウトを取っています。あっと打った。さあ何を見せるか。落ちるボール打って、これは低い当たり、ライトの前、ワンバウンドヒット、ヒットになります。さあ田尾さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。でもあのフォークをね、打たれたら仕方ないでしょう。この難しいボールはヒットにされました。初球簡単にストライクを取ります。ボールカウントワンストライク。先頭バッターは内野ゴロ、その後ヒットを許しています。アウトコースへ決めました。2ストライク。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、セカンドゴロに倒れています。あっと今度は変化球、2ストライク1ボール。出したフォアボールの数は1となっています。まっすぐ打ちました。ヒットのランナーを許しています。さあ5球目、変化球打ち合いました。ちょっと上がった。今のはね、引っかかってしまいましたね。これでアウトが2つ。レフトフライに終わりました。そして次のバッターとなります、フィオレンティーナ、バッターボックスに入ります。いい当たり、初球からいった。ボールが返ってきたが、ここでヒットが出た。ライトへヒットを打ちました。この展開で打席が回ってきました、石原。さあバッターボックスです。最初は見ていきます。ワンストライクノーボール。これが今日3回目の打席。さあどうでしょう。これはストレート、ツーストライクです。先ほどの打席ではセンターへのシングルヒットを記録しています。ツーラスミからの第3球、浮かされました。高い打球が上がりました。取ってスリーアウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。カープ無得点で攻撃を終了しました。この試合はまっすぐよりも変化球を多めに投げています。6回の裏、ファイターズの攻撃、トップバッター森本、右のバッターボックスです。初球、村本インコースに来ました。ボールカウントワンストライク。ここまでのファイターズ、ヒットが4本、そして1点を入れています。カープがリードしています。外、ワンストライク、ワンボール。今日の奪三振の数は5となっています。変化球、タイミング合いません。低めのボール球なんですけどね。なるほど、そのボール球を振ってしまいました。攻撃中のファイターズ、先ほどの回は残塁が1、結局無得点に終わりました。さあ4球目、打っていった、三遊間です。ノーアウトで同点のランナーが出る。1本目のヒットが出ました。そして打順が変わります。稲葉、まずはボールから入りました。ここは外してきました。2球目はどうか。低めの球決まった。今度も落としてきました。前田健太、今日の5回までのピッチング、許したヒットが5本、そして1失点というピッチングです。これは低い、低めのピッチングが続きます。前田健太、今日は5回までを投げて打たれたヒットが5本、この回1本打たれています。入れてきました。今のは反応できませんでした。さあ3回目のバッターボックス。これも痛烈な打球、低い当たりになった。あっとライトの前に落ちた。ヒットになります。
回で打席が回ってきました高橋、その注目のバッターボックスです。いい形でね、チャンスになりましたよ。ですね、ここは点にしたい。初球です。ストレート行ってファーストランナーは二塁に止まります。サードランナーがホームに帰ります。ここで踏ん張ろうと立ち合い呼び込みませんよ。一つの勝ちをもらうにはこんな場面を乗り越えないとダメなんですね。そうですよ、ベンチの信頼はここを抑えてこそです。そしてバッターは5番糸井。さあリードを取っていけるんでしょうか。まずはストライク、ワンストライクノーボール。この回追いつかれています。さあどうでしょう。見送った。このカーブで追い込んでいます。これが3回目のバッターボックス。遊び球はあるのか。これは遅い球で来ました。低めを丁寧に攻めています。この前の打席はきっちり捉えたんですが、セカンドゴロに終わっています。変化球打ってファーストへの打球、ファウルです。スイングアウト。まっすぐの球当てさせませんでした。さあリプレイでご覧いただきましょう。ワンアウトになって次のバッターになります。小谷、このチャンスは生かしたい。勝ち越しのチャンスです。第1球です。あっと打った。低めで狙い通りのダブルプレーコース。二塁はアウト、一塁もアウト。最後はゲッツーに切って取りました。さて試合は同点となってラッキーセブンに入っていきます。いやここはなんとか塁に出てかき回していきたいですね。接戦を抜け出すきっかけですね。こういう試合では何か仕掛けて動かしていかないといけませんからね。まず際どいコースから入りました。この球は外れています。2球目はどうでしょう。変化球で続けました。変化球で2つきました。ノーアウトランナーありません。3球目ストライクになります。3球とも外に持ってきました。ここまでのカーブ、ヒットが7本、2得点という内容です。一方のファイターズ、打ったヒットは7本、そして2得点です。まっすぐ打ち上げました。フライになった。センターフライに倒れました。狙いどころは決めているんでしょうか。まあきっと具体的に決めているんじゃないでしょうかね。さあどんな勝負になるでしょうか。ここは実力を出し合えば面白い対戦ですよ。そうですか。さあ注目しましょう。まずは簡単にストライクが来ました。カウント1ストライクノーボールです。5回の3打席目、空振りの三振に倒れています。2球目はどう攻める。低めのストライク、速いボールで追い込みました。今日出したフォアボールの数が1となっています。ストレート、2ストライク1ボール。ダルビッシュ、今日は7回途中までを投げて許したヒットが7本、そして2失点となっています。あっと打った、三遊間の当たり。あっと、さあどうだ。さあこれはどうか。サードへの内野安打になりました。さあランナーが出ました。豊木、右バッターボックスに入ります。さあランナースタート、振ってストライクになった。さあもう一度見てみましょう。タオさん、黒木さんのダブル解説、実況山口藤雄でお送りしています。これは外へ逃げます。このボール球には引っかかりませんでした。今日は送りバントもありました。3投目、これは変化球入りません。ワンストライクツーボール。このゲームはここまで2打数ノーヒット、バッティングカウントになった。これは落ちるボール、これは低い当たり、これは取れない、ワンバウンドヒット。さすがにチャンスに強い、ヒットを打ちます。さあワンアウトランナー三塁一塁、勝ち越しのチャンスとなりました。まあ、ベンチの期待も大きいですよ。彼が打つと雰囲気変わりますからね。そうですね、みんな引っ張られる感じでね。打つだけでなくそんな役どころもありますからね。
初球は際どいところに来ました。ボールカウントワンストライク。この回ヒットを2本打たれています。この球はどうでしょう。外の次は中、低いボールできました。ツーストライク、追い込んでいます。2対2、依然同点のまま試合が落ち着いています。打っていった、打球はピッチャーの横、取った、一塁に送ります。アウト。この回での勝ち越しは大きいですよ。そうですね、かなりのダメージを与えたんでしょうね。確かにね、再逆転となると相当なパワーが必要ですからね。得点圏での気持ちの入り方は全然違いますよね。そこはやはり打者としての責任ですよね。野球は点取りゲームですからね。その初球は低いボール、ワンボールです。ここはまっすぐ147キロです。ツーアウトランナー二塁です。タオさん、カープのこの後の展開なんですか。やっぱここで期待に応えてこそ4番でしょう。はい、ここは結果を要求される場面となりました。はい、今度もまっすぐできました。ツーストライクワンボール、ツーアウトになっています。詰まった、詰まっています。これは当たり損ね。今日のバッティングを2打数でノーヒット。ガッといい当たり。この打球はレフトへの当たり、ワンバウンドヒットになりました。そして一気にセカンド狙った、狙った、セカンドランナー今ホームインした。タイムリーツーベース。なんとしてもランナーを返そうという姿勢が溢れてましたね。得点圏での打席はそんな意識が大事なんでしょうね。もちろんそうですね。バッターの修正ですよ。男を上げる打席になれた。いや、集中したいい表情ですよ。気合が乗ってますね。いや、彼ならやってくれるでしょう。はい、放送席の期待も加わります。その初球ボールから入りました。ワンボールになりました。次の2球目、主審の手は上がりません。結局ボールが2つになりました。さあ3投目、今度はまっすぐできました。3ボールになりました。膝元へ決めてきました。ワンストライクスリーボール。この回勝ち越しを許しています。決めてきます。ツーストライクスリーボール。ダルビッシュ、この7回途中までを投げる。あっと見逃し三振、スリーアウト。ここは期待に応えられません。ホームベースは遠い。それにしても膠着状態ですね。打線に火がつきませんね。いやー、ちょっと悪い流れですね。はい、ベンチは胃が痛くなりそうです。攻守交代、勝ち越されたピッチャーは怒り心頭に発するという表情です。まあ自分に納得がいかなくて悔しいんですよ。一球一球振り返ると不意の残ることはあるでしょうね。7回の裏、ファイターズの攻撃。外のボールは低い打球です。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあヒットが飛び出した。さあタオさん、今のはどう見ますか。今のはね、スライダーを打ち返しましたね。ああですね。そしてヒットになった場面でした。初球はさあバントした。これでワンアウト。ピッチャーフライに終わりました。アウトが一つ。そして次のバッターです、金子。まずは見送りました。ノンストライクワンボール。2球目はどうでしょう。入れてきました。2球目も変化球でした。前田健太、今日打たれたヒットの数は8となっています。3球目はどうぞ。チェンジアップでしょうか。決まりました。2ストライク1ボール。先ほどの第2打席、セカンドゴロに倒れています。ストレート打ちました。低い打球になりました。フェアです。レフト線に落ちた。バッターランナーは1塁を蹴って2塁へ。2
ツーベースヒット。まあ1点を守りに行ってタイムの点というのがよくありますよね。でもここは普段内へのボール打った。これはショートになります。1塁これは悠々アウトです。そして2番森本、そのバッターボックスです。まあ、差が大きくなる前にね、縮めたいですけどね。ですね。得点まで期待、この場面です。まず最初のボールを決めていきました。カウント1ストライクノーボールです。前田健太、今日は7回途中までを投げ、許したヒットが9本、この回2本打たれています。スライダー、2ストライクノーボール。7回の裏、2アウトになっています。2ナッシングからの第3球、緩いカーブ、1球外しました。森本、一度の出塁がありました。今日のゲームです。次の4球目、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。変化球決まって空振り三振です。バッターに的を絞らせません。三振を奪ってベンチに戻ります。完全にバッターの裏をかけましたね。お見事です。まだまだ心配なさそうです。2番手のピッチャーを出してきます。エジ、2点をリードされての登板となります。カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の表、カープの攻撃、先頭のバッター、広瀬。ダメ押し点、そのきっかけを作っていけるんでしょうか。あっと痛烈な当たり、これはどうでしょうか。綺麗に抜けた、ワンバウンド抜けました。さあバッターランナー一気にセカンドへ、ツーベースヒット。レフトオーバーのツーベースヒットになりました。得点圏のランナーを返せるのか。まあ、こういう場面は自然と気合は入りますからね。ここは一つの山ですね。ゲームをある程度左右すると思いますよ。さあ大事な大事な対戦です。初球外に来ました。ワンストライクです。6回の3打席目、ライトへのシングルヒットを放っています。低めいっぱい決まった。落ちる球でツーストライク目を取りました。フィオレンティーノ、今日は2回塁に出ています。慎重にコーナーをついてきます。あれを見逃せればいいですよね。はい、バッター見ていました。いきなりツーベースのランナーを許しています。さあ4投目、ここは落とします。ツーストライクツーボール。これが4回目の打席、次が5球目。ちょっとボールが沈みましたが、これはピッチャー正面、一塁アウト、ランナー三塁へ進めました。ファンの声援を背に受けてのバッターボックス。スタンドの声援に応えるのも選手の役目ですからね。球場全体が揺れてますね。やっぱりね、スタンドの雰囲気が選手を乗せてくれるんですよ。観客を味方に快音を残せるか。まず外から入りました。ワンボールです。コーナーを攻めます。変化球を自由自在に操ります。6回の第3打席、キャッチャーへのファウルフライに終わっています。さあ第3球、ここは見送ります。外を続けています。さあ今日のバッティングなんですが、3打数1安打、外をカウント2エンド2。先頭バッターにツーベース、その後は内野ゴロに終わらせました。低めのボールを上げてしまった。この回はワンアウトになっています。ストレート、これはセカンドになります。一塁送ります。これは一塁アウト、セカンドゴロに倒れました。いい場面で打席が回ってきました。高松、その注目のバッターボックスです。ちょっと当たってないですけど、次がいいですからね。はい、このチャンスで今日の初ヒットとなるんでしょうか。まず際どいコースから入りました。ノーストライクワンボール。2球目、真ん中打って、またしてもセカンドへのゴロです。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ちょっとこの攻撃はね、もったいないですよね。ですね、チームバッティングが欲しかったですね。接戦が続きます。いや、どっちのチームも穴がないですね。展開を読むのが難しい試合ですね。まあよく粘って投げてますよ。
味方を信じて守りきることでしょうね。そうですね、チームメイトを信じないと野球にならないですよね。まあここは信頼することで思い切った球が初めて投げられますからね。初球平本インコースに来ました。ワンストライクノーボール。今日4度目のバッターボックス。さあ2球目は強烈な当たり、これはライトに上がっていい当たり。次の投球が今日の8球目。これは変化球、これは3つ低めに持っていきました。ここまでのファイターズヒットが9本2得点という内容です。カープがリードしています。さあ第4球低め落ちました。これは低い当たり、レフトの前に落ちた。ワンバウンドヒット。今日2打席連続のヒット、レフトへヒットを放ちました。ここで打順は4番を迎えます。高橋右打席です。まずは初球ストレート、ワンストライク。今日4回目のバッターボックスに入っています。外に決まりました。プロスライダーで追い込みました。高橋、それにしても6回の守備、これは見事でした。ボール球を打って前田健太、今日の7回までです。まっすぐ落ちました、ライナーになった。これはセンターの前に落ちます。ファーストランナー2塁を回った。さあヒットになった。いや結構それぞれ気持ちで向かっていってほしいですね。気持ちの入ったボールはやはり、まあ目には見えないんですけど、それは違いますよ。まずは遅い球から入りました。ワンストライクノーボール。今日はツーベースを放っています。このチェンジアップは惜しくも外れました。初球に続いてのチェンジアップ。前田健太、今日は7回までを投げ許したヒットが打った。低い打球になりました。ワンバウンド取った。2塁アウト。長くそれた、ちょっとそれた。サードランナーがホームベースを踏みました。こんな得点、まだ気にしない方がいいですね。少し考え方を変えた方がいいでしょう。バッテリーで修正しながらいけばまだ投げられますね。その通りです。さっと工夫すればもっとボール生かせますよ。さあ2番手ピッチャーをマウンドに送ります。主流よく投げてきたと思いますけどね。ワンアウト、ランナー1塁の場面でマウンドに上がります。さあそのピッチングはどうか。ワンアウトで次のバッターが入ります。小山、打球はセカンドへ。2塁はフォースアウト、アウト。1塁アウトゲッツー成功、3アウトチェンジ。さて試合は1点差となって9回最終回へと入っていきます。9回の表カープの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。東で試合を決定づけるには得点が欲しいところです。まずは簡単にストライクが来ました。いいところへ決めてきます。今日5度目のバッターボックスに入っています。変化球に変えてきました。カウント2ストライクノーボールです。東でここまで2回塁に出ています。3球三振、低めのボール球三振に仕留めました。さあもう1回今のシーンです。そして次の2番豊木、右のバッターボックスに入っています。さあ1球目、初球空振りになりました。カウント1ストライクノーボールです。ワンアウトになっています。さあどうでしょう。変化球です。カウント1エンド1。点差変わらず1点差、カープがリードしています。さあ3投目、高めはどうか。2ストライク1ボール。7回の4打席目、センターへのヒットを打っています。変化球打ちました。
外のボールに思わずバットを出しました。さあ何を見せるか。変化球を打っていった。取って一塁へ送ります。アウト。一塁はアウト。サードゴロに終わっています。そしてバッターは3番玉井。最終回の表ツーアウト。最初の球はまずは初球ストライク。ボールカウントワンストライク。7回の前の打席ピッチャーゴロに終わっています。このボールはどうか。低いボールツーストライク。先頭打者は三振。その後は内野ゴロに打ち取りました。キャッチャーの要求はバッターよく見ました。ツーストライクワンボール。さあ5回目のバッターボックス。この球は見ます。見ましたね。はい、ここは見極めました。ここまでの全打席です。タイムリーツーベース、セカンドゴロ、ファーストゴロ、そしてまっすぐを打ってショートへの当たり、一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。9回の表を終了。カーブ3人で攻撃を終了しています。守りきれるんでしょうか。さあストッパーと打線の対決、注目しましょう。9回の裏、試合は最終回まで来ました。バッター三岡、最後の攻撃、なんとしても塁に出たい。あーっと、クロアライナー、ショートライナーに変わりました。次のバッターが入ります。鶴岡、最終回の裏ワンアウトです。まずは落としてきました。今のはね、ピッチャー得しましたよ。はい、その球を振って空振りです。今日ここまでは2打数1安打。今度はインコース、カウント2ストライクノーボールです。この回はワンアウトになっています。いった、うわっ、ライトへ。さあ守備がもたついている。2本目のヒットになります。打ったバッターは一塁です。一塁ストップ。そして次のバッターを迎えます。金子、初球簡単にストライクを取ります。それにしても見事なコントロール。今日はツーベースヒットを打っています。今度はストレートを持ってきました。ボールカウント2ストライク。今日のバッティング3打数の1安打。あーっと暴投です。今拾ったかどうか。ここでワイルドピッチ。さあ次の4球目は、さあいい当たりだ。これは低い打球。この回ヒットを打たれています。さあ5球目打って、サードが抑えます。1塁を送ります。1塁楽々アウトです。そして打順が変わります。田中健介、さあ同点のチャンス。その一振りで追いつけるんでしょうか。勝利まであと1人になった。初球ボール、ワンボールです。2投目は見送った。2球目も落としてきました。ツーアウトになっています。さあ3球目、なーっと、ワンストライクツーボール。今日はまだヒットはゼロ、出ていません。さあバッティングカウント、綺麗に落としてきました。平行カウント2エンド2。今日5度目のバッターボックスに入っています。ラスト1球になるか。これもワイルドピッチ。さあこれはどうか。ワイルドピッチでランナー進塁しました。田中健介、今日はガーッと空振り三振、試合終了。最後空振りに仕留めたのはフォークボールでした。この試合は4対3カープの勝利となりました。皆様ご覧のように
勝利監督インタビューが始まっています。ああ、日本ハム対広島、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は田尾康さん、黒木智弘さんでした。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。